あざーす。喋りまーす。ああ、静かになった。あざます。突然ですが、私たちノクチルは、いい感じですか？いつもこんな感じするってこと。楽しいです。新しいことって。Thank you.
宿題やらないなら帰る。え？春休み充実してて何より。お邪魔しました。ねえ、ジュース重い？お菓子持ってもらってるし、すぐだし。あれ？まどか先輩だ。お疲れ。え？帰るの？入ったら？またね。でも、さっきの占いの話、話さなくていいの？私たちノクチルは。へえ。解散しまーす。解散するかも。っていう話？やばい。いい感じじゃん。ですか？
いらなかったら、ひななが貰ってもいいですか？それって、いいことですか？へえ、欲しくなかったら言わないですけど。でも、普通に似合うと思うけどな。下まぶたに入れたらくすまないかなって。どうですか？ひななも映っていいですか？いいですよ。ひななプロデュースってつけてくれたら。ねえプロデューサー、いいよね。イエーイ。おお、解散。あるある。あはー。あるの。で、大丈夫？頭打っちゃった。うわ。すごい音してたけど。で、うん、押し入れの整理しなきゃいけないんだって。ああ。手伝わないけど。このまま帰る。
冬物。冬物？ねえ、冬物？これって。カーディガンだね。ニットだけど、薄めだし。まだ着るなら春物。冬物で。しゃ。へえ。あは。ちょっと塗っただけだけどね。でも、いい感じになってたでしょ？やっぱり何か手伝う？クリーニングに出すんだったらポケットの中とか見るけど。いいっすか。じゃあ、こっちの山で。へえ、誰が？そうなんだ。で、こっちの山、樋口。やらないって言った。50円。200円。それっていいこと？ねえ、何か入ってるよ。ああ、マジっすか。何か入ってない服がない。こっちのも。おみくじと映画の半券と。何か落ちたよ。将棋の秘書？どこから出てきたんだろう。それ。あはあ、それはずっとそうしてるでしょ。
ね。ああ、それ飛び車。これ何？またいらない服売ってるの？服っていうよりガラクタ。ポケットにいろいろ入ってて、お洗濯のために出してるの。そうなんだ。ひななも見る。こっちの押し入れもやる？あー、おねしゃす。欲しいのあったら分けといてもいい？冬服を分けてるだけだから。あはー、裁縫セット、久しぶりに見た。おー、マジ？どれ？鍵盤ハーモニカもある。あ、ほんとだ、懐かしいね。でも、なんか名前違ってるよ。ほら、違う人の名前書いてある。あ、それ、もらったの？え、これもじゃない、名前入ってる。立ちバサミ、ソフトクラブの子。え、なんで。ああ、うん、仮パクね。メイビー。
ていうか、これもそう。医者？これのこと知ってるの？こいとも知ってる。ひなのは知らないよ。別に捨てていいと思うけど。立ちバサミ、ソフトクラブの人、鍵盤ハーモニカ、和菓子屋さんの隣の人。水中メガネ、一組の人。飛び車、竜王。はぁ、いたじゃん、なんかコミュニティセンターに。将棋クラブだった人。へえ。同じクラスだったこともある。いつもセンターの部屋占領して。うん、覚えてる。静かにしてないと怒る人？でも、なんでその人の駒？奪った、私が。他は、ゴミ出し。お母さん、リップって燃えるゴミ？じゃ、行くか。返しに行くか。なんでこっちも巻き込む前提？あはぁ？500円。鍵盤の先輩、あそこ合格してたっけ？こんにちは。こんにちは。ノクチルの朝倉トールと樋口まどかです。うーす。ありがとうございます。
なんだっけ、前回って。内容のないトークで申し訳ないです。それでは今日も内容薄めでお送りしてまいります。次が5番。おお、え、米に？うん、一粒一粒ね。朝倉、頑張れ。はい、今日はここまで。書きました。中身ありました？え、あなんか解散するかもって。え、え、うす。うす。はい。すみませんでした。私まで小言を聞かされる必要があるんですか？そうですね、失礼します。うん、話してた？なんか
そう。はい。ちゃんとやれてきな。いつもの。うぃうっす。もう一回お願いします。後ろ首のとこ行くよ。シュー、行かないなら帰るけど。うん、暗くなる前に行きたいよね。連絡なしで行くんだし。本当に ID 知らないの？え？喋んなかったし、あんま。中学入ってから。私も。そっか。急に立ちばさみ帰ってきたら、びっくりするね。いるかな、菓子折りとか。クッキーの缶なら良さそうだよね。1000円だし。のしがそれっぽい。ああ、ひなな、この道を覚えてるかも。トール先輩、宇宙人見つけに行ったことあるでしょ？宇宙人？なんだっけ？ああ。人手人間！その言葉は覚えてる。興味ない人かつ人間。ブッブー。星の形の宇宙人って言ってた。まどか先輩も一緒に探したよ。イエス。はいはい。よく覚えてるね。そんな道だっけ。
久しぶり。急にごめん。こんにちは。今日まで、すみませんでした。あはあ、お菓子もあります。あ。うす。じゃあ、また。しゃあない。名前とかは入れる？いいけど。うん。アイドル？喉乾いた。そう見える？ああ。まあ、たまたま。失礼します。バイバーイ。しゃ、立ちバサミ終了。あの人あんまり変わってなかったね。うん、日焼けしてて。あ、うん、うん、あのお家の木、覚えてて。へぇ？あそこに、人手人間が住んでるって、見に行ったこと、あるよね。あー、そうかも？こんな場所だったっけ？うん、その時は結構暗くて、すごく怖くて。でも、よかった。私も覚えてることがあって。あはあ。じゃあ
ここを人手人間街と名付ける。いいんじゃない。それ何？え？なんだろう。出てくる。おすすめ。そっか。この人、もうちょっと画面離れた方がいいね。確かに。広告、でか。あはあ。おはようございます。うす、よろしくお願いします。へえ。こいとは？あ、うん。レモンティーにしようかな。冷たいの。ありがとう。お疲れ様です。へえ。ああ、ラジオの？お騒がせしています。なんで冗談なんですか？冗談です。こんなに長引くんだったら、返しに行くの今日じゃなくてもよかったね。一人ずつだったしね。別に間に合わなくてもいいんじゃない。物返すだけだし。そっか。
すみませんでした。あ、これお詫びの。それだったらひなな、なんか飲みたい。ああ、コンビニ入るか。ああ、え、見るんだテレビとか。うん。よし。あ、待て。占い特集だ。占いって。逃げんな。早い。へえ、占いが何？当たるの。どうかじゃない？バイバーイ。お家、こんな
とこだっけ。どうだっけ。これって新人さんのデビューのためのフェスでしょ。すぐ、多分そこを曲がったら。そこ。ちょっと緊張するね。いるかわからないけどね。誰が行く？じゃあ、大物か、うちら。ああ、みんなが投票してるやつでしょ？要するにネタ枠。あれ、この前のって、え、解散？何ここ。あはそっか。じゃあ解散しちゃダメってこと？やば。トール先輩たちは他の先輩のとこ返しに行ったよ。竜王って人、どこに引っ越しちゃったんだろうね。
昔借りました。すみませんでした。へえ、将棋の駒だよ。ひななもなんでそれ持ってたのかは知らない。うす、1000円した。聞かなくていいの？あ、で、知らない？竜王の住んでるとこ。決定なんだね。うん。そう。知らなかったら忘れて。がなくなったら寂しい？わかんないけど、いつかはそうなるでしょ？なんか占いも言ってた。する？そっか。してもらってもいいすか、連絡。うん、数学も終わらせとこう。名物
和牛そぼろ煮弁当、サチモリイクラ丼弁当、伝統のカニ福飯。プロデューサーはこれでいいか？ニコニコチキン唐揚げライス。まどかちゃんは？鶏釜弁当、あとお茶も買う。あったかいやつ。ひなな、お土産も買おう。まだ行きだよ。おお。でも、お詫びのお菓子は買っておく方がいいよね。来るの？うわ、ダメ。何？会いたくないって、なんか。だろうね。じゃあ、一応。だったら押し入れの奥で忘れられてないんじゃない？そっか。でも郵送とかでも良さそうなのにね。全然覚えてないの？別に入っちゃいけないとか決まりはないけど、クラブが優先みたいな雰囲気になってた。うん、それはなんとなく覚えてる。集中するゲームだもんね。リュウさんいつも怒ってたね。でもトールちゃんもまどかちゃんも全然聞かないから。まあうちらもしつこかったと思うけど。それで。置いてたひななのランドセル、思い切り蹴られた。
それはちょっと覚えてる。そっか、ひななちゃん。こっちの方に越してきたくらいの頃、蹴られた時は図書室かどっか行ってたと思うけど。うん。それで、それで、で、聞いてるなら自分で説明して。お弁当のゴミ捨ててくる。え、聞いてた。ひなのランドセルが蹴られて、どうしたの？捨てた。飛び車。窓から。めっちゃ大事にしてたやつ。あはあ、復讐してくれたのか。切れてた、めっちゃ。アイドルの追っかけとか言ってたけど、将棋はやめたの？聞こえた？やってないの？将棋。言ってた、めっちゃ。プロになるって。ゴミを捨てに来ただけです。はい。どうでしょう。はあ、イワシ雲だ。始まるのか、なんか。生きてる。そうだね。私たちのタオル結構見えてるね。
やめんなじゃあ行きますか。うーす。行ってきます。待って。多分地図だとこっち。逆？スマホ動かしたら地図も動く。あはあ。ここなんとなく近所っぽいね。郊外ってどこもこうなんじゃない？人で人間でさ。お、出た。本当に昔みたいだね。ねえ、困ってその時捨てたんでしょ？なんで持ってるの？落ちてた。茂み。かくれんぼとかしてたら。竜王、見つけられなかったっぽい。そっか。将棋やめちゃってるのかな。だから返すっていうか。ひっくり返しに行く。あざーす。
喋りまーす。あの、すみません。小学校の時、同じ学年だった。突然ですが。ああ。うん。返しに来たものあってすみませんでした。私たちノクチルはここで解散します。まあまあ。トール先輩、まだ喋るよ。すみません。返したくて、でも。ちょっと読みます。決めたこと、ここ来るまでに。まずこのステージに乗れるように盛り上げてくれてありがとうございます。ずっとフォーエバーに応援してくれようとしてハッシュタグで投稿してくれていたと思います。そういう風にしてくれてありがとう。ですが、人生にフォーエバーはありません。やべえ、できた。すごいっぽい言葉。明日の。グー。皆さんも、ああ、すみません。ここで読む人変わります。どこでどういうことが起こるかわからないし、我々は自由でいたいです。
言っていい？我々って。それひななが言う。それって好きにひっくり返せばいいってことでしょ？ですが、ですが、ここに来てくださっている人に私たちの言い分だけ押し付けるのも違うかもしれません。少なくとも、いろいろなものをもらったりお借りしたりしているので。何も借りたくなかったけど、結果的に。あんたとか？いつも勝手をさせていただいているので、今日はこれまでいただいたものをお返しするステージにできればと思います。でも永遠にそうできるわけじゃない。お互いに。おーい、じゃあ置いていくから、ここ玄関とこひっくり返しとくから。だからひななたち、明日のこと考えながら帰ってきたよ。はい。永遠に一緒にいるより永遠みたいにしたい。今を一緒に。切れられたね。正論じゃない。めちゃくちゃ勝手だし。まあ、でも、終わらないし、
始まらないし、お互い返さないと。じゃあ小糸ちゃん、このセリフね。待って、ちょっと練習したいかも。最悪、みんな本当もっと切れていい。じゃあ曲終わったから撮っていい？ういあれで行こう。イエーイ、イエーイ、イエーイ。じゃあみんなで行くよ。氷河期、氷河期。ねえ、世界。ひなな、知ってるよ。次また再結成したら、またまたハッピーエンドってこと。じゃあ、行こう。1回目。